くまって。今はこらえて行くよ。待って。騎兵だ。通って。よし。まずい。隠れるところがない。このまま出たらあいつらに見つかっちまう。一か八かだ。待って、荷車が。今だ。万兵だ。屋根に登るしかない。ほら、屋根に登り戦場を漁るとは野党だな。その時いるものをもらうだけ。俺の太刀もか。太刀は食べ物と薬に変えた。何だと。怒るな。買い手を捕らえて取り戻してやるわ。空手じゃ心もとない。使えそうなものもらっときな。盗めというのか。持ち主はとっくに死んでる。血を買った奴はこの先に住んでる。いるか。まずいね。猛虎に見つかったんだ。見張っておれ。俺が調べよう。太刀さえあれば。家の中に隠したの。どこかにあるはず。我が名は酒井仁。地頭である志村殿の甥。臆病ではない。お前にかなう者はいないな。だがまだまだ太刀に振り回されておる。稽古中です。父親の武具でか。これは酒井家の宝刀。戦を鎮め命を救った太刀だ。殴られたのか。いえ。身を守る術を教えてやろう。心得ています。刃を操るには何よりもまずその心を鎮めねばならんぞ。できます、叔父上。そうか。稽古の成果を見せてみろ。わしを撃ってみよう。はい、叔父上。さあ、撃ってこい。よし、陣、撃ってこい。
よろしい。さように戦えればあざをつけられることもなかったな。不意をつかれたんです。ではそのあざをつけた者が戻ってきたら、汚い手もためらわぬ相手からいかにして身を守る。私の方が身軽でしょう。間合いの外から疲れるのを待って人たちで倒します。よろしい。敵がいかに策を巡らそうとも、武士たる者は臆すことなく戦わねばならぬぞ。肝に銘じます。ではわしの防御を崩せ。酒井陣が勇ある武士だと示してみよう。攻撃で防御を崩し素早く打ち込め。やめよ。降参だ。加減しましたね。しておらん。太刀であったらわしは死んでおった。嘘です。お前に嘘をつくものか。よし、次はわしの攻めを防いでみよう。手心を期するでないぞ。よし、守りの構えだ。よいぞ。疲れた。休みませんか。まだ終わってはおらんぞ。腹を据え痛みに耐えてみせよ。よし、では受け流しを教えよう。わしの動きをしかと見ていろ。打ち込まれたらすかさず防げ。覚えが早いぞ。撃たれる寸前に受け流すのだ。上達しておるな。良い構えだ。休まれますか。お前の相手で息を切らすほど置いてはおらん。それでは槍が相手の稽古を始めよう。わしの槍をかわし、すかさず切り返してみよう。よし、その息だ。よいか、かわしたらすぐさま攻めろ。うまく避けたな。わずかな反撃の気を待ち、生かせ。どうだ、いかなる武具も、いかなる兵も打ち破る手はある。ご指導痛み入ります。終わってはおらぬぞ。さて陣よ、わしと刀比べをする気はあるか。あざができますよ。大口を叩くな。一つ賭けでもしよう。先に五本打った方が有限を決めるとする。ではタコにしましょう。お見事です。うまいぞ、ジン。腕を上げたな。飯の前にあと一つだけ問おう。代々当家の武士は規律を守ってきた。何を重んじてきたかわかるか。主への忠義、己を律すること。あと申してみよう。誉れ、勇猛に戦い酒井の家を守ることです。それは父の言葉であろう。お前にとっての誉れとは。それは民を守ること。己を守れぬ者らを。お前は優しいな。だがまずは主に仕えながら皆に示すのだ。勇気と真偽と節制と。たやすく思えますか。行うは形だ。
わしも日々苦心しておる。しかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならん。もちろん武士にとってもな。それが誉れを売る道だ。I've not heard samurai. だね、馬はどこにおる？馬屋にいるかも。来て。騎兵だ。我が物顔で走ってる。馬屋はどこだ？燃えてる家の裏手さ。おいで。近づけそうだ。後ろから喉をかっ切れば静かに殺せる。誇りはないのか。道理に背くつもりはないぞ。来い鬼畜ども。ないだろうね。もう隠れんたちも取り返した。ちょっと万兵だ。一人も逃がすでない。ありがとうございます。お侍は皆死んだと聞きましたが。どこかにかくまってもらえ。小金寺に行こうと思います。よし、街道は避けよう。必ず息子を守るのだぞ。あんた無茶ばかりするね。あやつは戦えぬからな。それにこれ以上見殺しにはできぬ。あんたなら大勢を救える。弟が猛虎にさらわれた。だから俺を助けたのか。私にはあの子しかいない。叔父上がお待ちなのだ。頼む、高さへ戻ればそれでいいんだ。叔父上をお救いした後でいいのならば探してみよう。一緒に行くよ。馬屋はすぐそこだよ。
つちょさ馬屋へ急ごこやつらは軍馬浜に連れて行かなかった馬だ命拾いしたね運がいいどの馬に乗りたい名をつけねばな影世を守る闇地頭は城の中だね壁は高くて越えられないね騒ぎでも起こして忍び込んでみるいや大手門から入るハーンは足立殿を生きたまま焼き殺し叔父上を辱め武士を皆殺しにしたこの恥はすすがねばならぬ正面から突っ込んだらお仲間と同じ目に遭うよ猛虎もそう考えるだろうだがこたびは俺がお主はここで待っておれその を返してもらうぞ運転と試合を Hey!
押し通れ、進むほかないぞ。戻れ。一人で逃げ道を探しておけ。叔父上を助けたらすぐに引く。馬も用意しとく。頼む。俺が戻らねば森に逃げろ。そちらの精鋭を出せ。スガルダクサバケモー手抜け。ことは聞いておるぞ、堺人。こやつに見せてやる。己が我に蹂躙されて情けを乞う姿をな。人。さあどうする、堺人。諦めろ、堺人。
暴れ蹴止め。若様、そろそろです。ああ、今参る。島中の者がお父上を弔いに来ております。皆を返してくれ。何をおっしゃいますか。若様が堺の家督なのですよ。ああ、お一人ではありませんよ。お父上は風となり導いてくださり、お母上は鳥となり見守ってくださいます。おじ上はご本人がお伝えくださいましょう。助かった、ユリ。酒井殿の息子とあらば、お前は我が子も同然だ。父君は何よりも民を守られた。まことのものの不要。全て私のせいです。ジン、それでも武士か。父上は私をかばって。息子を守るため戦で死んだのだ。無念はない。それがモノノフ。これからはお前が意志を継げ。奴の魂はこの太刀に宿っておる。これを父と思え。わしの砦に来るがよい。迎え入れよう。今日は父に別れを告げろ。
上、お導きください。志村殿を見つけお助けしようとしたが、あえなくハーンに。叔父上は嘆いておろう。あんたが無事でよかったよ。命を捨てても対馬を救うつもりが、今や猛虎に故郷を乗っ取られ、味方もいなくなった。自分より強い奴に負ける気持ち分かるよ。情けないよね。でも死んじまったら元も子もない。生き延びるためなら何だってやらなくちゃ。このまま再び母に挑んだとしても、帰り討ちに会うのは必定。他の手立てを考えねばなるまい。そうして志村殿を救い、故郷を取り戻そう。だったら私が。騎兵だ、ハーンの番犬だ。大勢で来る。まずい、隠れなきゃ。あんたを探してるんだ。馬が逃げちまったじゃないか。主の元に戻るようしつけてやれ。すごいな。猛虎はあんたを探してる。お主は逃げろ。俺が猛虎兵を引きつける。タカを助けるまでそばを離れるつもりはないよ。ではまず加勢を得ねばな。腕が立つといえば石川先生や足立政子殿、このお二人を。タカだって腕はいい。あの子を助ければ島で一番の鍛冶屋が味方につくんだ。城に忍び込める道具だって作れるよ。では壁を登れるようなものは。タカの腕なら朝飯前さ。捕まった場所はケチのあたりだった。お主は先に行っておれ。後で向かおう。あの子は弱いから長くは持たない。ユナ、必ず弟は助ける。志村様も。Thank you.
Oh!
待ってたよ。一人で倒したのか。来るなら早く来て。危うく死ぬところだったよ。猛虎が捕虜を連れて川上に向かったらしい。鍛冶屋を見たって人もいる。弟か。もしかしたらね、金田の入江の近くに野営があるって聞いた。場所ならわかる。力を貸してくれる人は見つかった？いや、まだ探しておる。じきに誰か見つかるさ。あとでタカも手伝ってくれるよ。ああ、もうすぐあの子に会えるんだね。お主はいい姉だ。そんなことない。弟は何というかな。あんたにも兄弟はいるの？俺の身内は叔父上だけだ。助けた後はどうするの？休みたい。叔父上がいらっしゃれば島は救われるからな。そればっかりだね。勝てるはずのない戦を制してきたお方だぞ。お主は弟を助けた後どうする？実は考えてる暇なかった。傷はどう？もう痛まない？ほぼ治った。お主の手当てのおかげだ。あんた心の内を明かさない男だね。そう見えるかもな。武士ならば感情を御せと叔父上に言われた。幼い頃から受けてきた教えだ。なんだか生きづらそうだ。それが物の札。この先に川を見渡せる場所がある。そこからなら野営がよく見えそうだ。あれが野営？入れそうにないな。数日でしつらえたものならばどこかに隙間がある。探すぞ。タカを助けなきゃ。敵に騒がれずに。何か手があるはずだ。あの岩は登れそうだ。足場が緩いと崩れる。気づかれるよ。奥の守りは固そうだ。正面の壁は出来上がっておらぬな。隙間があるかも。正面の壁に隙間がありゃ中に忍び込める。そして猛虎を全て切り伏せる。もし手違いがあれば捕虜が殺されるよ。何度も見てきたんだ。忍び込むしか手はないからね。まるで野党だ。不満でもあるのかい。この島はかつて賊がのさばっていた。しかし武士が乱を鎮め正義をもたらしたのだ。我らは誉れと共に生き、誉れのために身を捨てる。かつて我が父も平和のために命を捨てた。私だって同じだよ。だけど今はやらなくっちゃ。叔父上の教えに背くわけにはいかん。今は目をつぶって家族を助けたいんだ。あんただってそうじゃないの？
近くに寄ってみよう。様子を探りたい。それじゃ暗くなるまで待とう。行くぞ。